そう、ライブ映像っぽくしてもらえるか、はい、どうも、水溜りボンドです。お願いします。で、毎週頑張っていきましょうということで、お願いします。全然ライブ映像っぽくないぞライブ映像っぽくちゃんとやんないと見てますかみたいな。いや、それはいいです。普通に言ったね。それはいいです。これはい、クマカレーっていう、うん、これね、これね、うん、クマカレー、はい、怖い自販機行ったじゃん。行った行った行った。あそこでこれ買ったんだよね。実はね、映像今入ってると思いますけど、こちらです。何クマカレーって分からん。気持ち悪い。クマのお肉はまあ癖があるけど、ちゃんとしたところで食べれば美味しいですからね。クマの肉ってこと？クマカレー違うの？クマの肉以外ありえる？おでもずしい色が嫌だな。なんかなんて書いてある？北海道、うん、北海道産クマ肉使用。まあ美味しそうですね。クマ肉です。はい、作りましょう。作りましょう。これ帰ってね。これあの食べよう。チャンネル置いたの。そういうことチャンネルって言ってんじゃん。そういう人な。おじいちゃん、そういう人のおじいちゃん。チャンネル撮って。いや、リモコンって言ってるよ、本当は。物議かもそうかなって。ああ、なんでここでね、一つね。前も話したじゃん。どう考えてもリモコンじゃん。でもおじいちゃん、そのことチャンネルって言うの。昔こうやってやってたからなんだよ。そうそうそう、その名残でね。言っちゃえばテレビの横についたらあのポチポチ。あれはチャンネル。え、それは合ってるよね。だって一体化してる。チャンネル変えてって。チャンネル変えてっていうの。これはだってな、どう考えてもリモコンだからな。まあまあ。これをね、やって入れて。はい。いやいやいや、やばいでしょ。なんで？だって、5分の1ぐらいしか入ってない。え、これどんくらいの時間入れるんですか？入れるんですか？え、ちょ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 。トミーが買いたいって言ったじゃん。これ？買いたいって言ったじゃない。食べたいって言ったんだ、俺は。別に俺がやりたかったから。え、書いてないの？さっき書いたら、これごとやったりしないでください。え？いや、でも冷静にさ、いや、いくらクマであの自販だったとしても高くない？ご飯とこれを温めたので、これやっていい？不安だな。やり方わかんないけど、これ熱い！いいじゃん。クリスマス終わったらそいつの役目それだから。あ、でもいい匂いだぞ。ちょっとだけ。うん。ああ、まあそのカレーの匂いするね。缶開けるのなくて、持ってなくてさ、買う金もなくてさ、スプーンでさ、2時間ぐらいかけて。手から血出さ。そう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 。俺ら本当あれは懐かしい。本当にさ、もう本当に。あと100円とかも出せないとこまで行っててさ、あとなんかそこに売ってたものとは思えないな、正直。うん、正直ね、今んとこね。美味しそうじゃない？素晴らしい。クマのカレー食ったことあるの？ない。クマ肉1回しか食ったことないんだ。どうなの？クマ肉はさすがにうまいの？ちゃんとしたところで食べたら、うん、匂いがないけど、本当にこういうのはその漁師さんたちが食べたりするのはもう結構癖があって、普通にはあんま食べれないみたいな。臭い、うん、みたいな。お、結構ドロドロだな。食材をたくさん入れてください。で、あんのうちに食材って。いや、ないな。チョコポールならあるけど。チョコポールだよ、それ。じゃあ、かけて食べてみますか。食べましょう。確かにね、じゃあ熊肉しか入ってないのかな、逆に。あ、じゃあもうダイレクトアタックダイレクトアタックダイレクトアタックできるからいいじゃん、自分に。自分に。じゃあこのままいってみるわ。うん、熱そう。まずなに、正直な感想教えて。普通のカレー。すっごい正直だな。じゃあ熊肉食わないと。あ、それごっそりあるじゃん。ごっそ入ってるよ。ごっそじゃない。まずいならまずい。いや、まずくないです。普通のカレーです。普通のカレー？うん。いや、そんなわけないでしょ。下の方に入ってんじゃないの？ああ、そういうこと。で、これじゃあそれだなって言ったな。うわ、これですよ。クマ肉いったわ。このままいった方がいいかな。ご飯っていった方がいいかな。いや、もうそのままにするべきでしょ。熱かった？あ、まあ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 、でも思ってるほど熱くはない。息はする、息はするよ。
普通にカレーだな。自分も言ったじゃん。あ、これもでっかいわ。うん、絶対肉の味すんな、うまいから。まあ、俺ご飯の方が予想と味違ったんだけど。うん、俺も思った。ご飯こんなにさっぱりって。ご飯なんかさ違う味しない、なんか変な味しない。うん、熊みたいな味しない。しねえよ。熊みたいな味はしねえだろ絶対。なんかおかしいってこのご飯。なんでご飯おかしいんだよ。何のご飯だよ。なんで。でもなんかご飯なんかネチョネチョな感じね。これ容器溶けてんじゃないの。え、怖。はいはい、ということですいません、ありがとうございます。うん、ありがとうございました。引き続き、はい、楽しんでください。はい、うまっこれ。